とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントありがとうございます。久しぶりにカバンビルドを見せてほしいということでやっていきたいと思います。ありがとうございます。カバンビルドの、編成方法ですけども、まあ、基本的には、まあ、防具何でもいいんですけども、輝くローブが一番いいかと思います。アーティファクトのダメージがプラス 50% ですね。で、それに、稲妻フォーカスが向いてますね。うん。エレメントのカバンを使うんだけども、雷を出した時に超ダメージを出す。そのためには、稲妻フォーカスっていうのは必須になってきます。んで、帯電もあると、まあ、さらに、シナジーが乗っていいかなっていうところ。と、耐久力が低いため、タンブルビーをタンクにして使う。で、ポーションバリア。まあ、こんな感じですね。もともとクールダウンがついてる防具なので、編成は意外とやりやすいと思います。で、弓に、まあ、これも何でもいいんだけども、ショート棒系がいいですね。ショート棒系だったらば、矢があまり枯渇しにくいので、これでいってください。で、アーティファクトは羽、カバン、カバン。もしくは羽、カバン、ドラ。どっちかですね。で、いけばいいと思います。で、武器ですけども、武器も結構自由度が高いです。基本的には、サイス系がいい。サイス系で、流れ込む魂をつけてください。で、一応ダイナモもつけとくと、強敵が出てきた時に対応しやすい。うん。まあ、これでいいと思います。ただ、高難易度になると、強敵がね、サイスじゃ倒せないのよ。なので、ツタの鞭なんかを持っていくといいですね。うん。ダメージが結構入ります。で、あと、なんかこういうね、採掘者がいっぱい入ってるやつなんかも、エメラルド集めに、すごく役に立っていいかなと思います。まあ、今日は、ツタの鞭で行きます。はい。では、行ってみましょう。それでは行きますね。カバンビルドは基本的に連射コントローラーが、必須になります。うん。まあまあ一応自力で連打すればいけなくはないんだけども、やっぱり、うん、連射コンがあった方が無難ですね。ちょっとこれ最初、矢を増殖するかな。うん。ちょっと、不安だな。とにかく矢をね、ものすごい消費するんですよ。一回クリアするのに、そうね、2000本ぐらい消費する。なので、ちょっと、増殖しますね。はい、矢が2700本。まあ、これだけありゃ十分。うん。あ、でね、さらに火力を出したい人は、弓を、あのね、機械仕掛けにしてください。そうすると、あのね、雷じゃないな。このアーティファクトを使う速度が倍ぐらい速くなるかな。うん。なので、ものすごい火力を出すことができます。ただし、矢をね、普段の3倍ぐらい使う。うん。普通にね、1ステージクリアするのに、5、6000本いるもんね。5、6000本使う。ただし、ものすげえ強い。うん、なので、ボス戦なんかでは、機械仕掛け、すごくありだと思います。OK。機械仕掛けは、まあ、そういう時用だよね。うん。あれ、ものすごく燃費悪いから。燃費は、ものすごい悪い。でも強いから。ここぞっていう時に使うようにしてください。で、ここで、おいいね。キャプテンが、できれば3体ぐらい欲しい。ここでそんぐらい出てきてくれれば嬉しいけど、どうでしょうか。ちょっと待ってちょっと待って、エンチャンタイム、おっしゃ、いい。で、まだいる。ナイス、いい感じ。うわ、敵多いな。よっしゃ。で、これ輝くローブなんで耐久力ないよね。耐久力は全くない。なので、あの、できるだけね、
あまり近づかないようにして戦ってください。うん、この効果範囲があるんですよ。この効果範囲のギリギリぐらいのところで戦うといいと思います。ぴったりひっついちゃったりするとちょっとねダメージもらいすぎるの。やばい、ナイス、いいね。ハイレンがねやっぱりいい感じのダメージ出してくれる。うん、カバンで外れが出たとしてもハイレンでガシガシいけるんで、やっぱりこれ回転との相性抜群。うん、やっぱカバンビルドの防具はこれもうほんと大正解だと思う。もういない、もうカバンビルドはこれよ。雷フォーカスと帯電でタンブルビーポーションバリア、これ間違いない。すっごい合いますから。 OK、まあ、とりあえず結構な感じになったな。脅威さんのモブ HP90%、 うわーなかなかきついよ。じゃあちょっと進みます。それでは中間地点ですかね。 OK、 ちょっとアイテムは取らずに行こう。で今回のこのデイリークエスト、アーティファクトが報酬です。まあ、263何か出てきてくれれば嬉しいですけどね。OK、まあ、特にも、問題ないね。うん。やっぱカバンビルドは強い。結構昔に、弱体化はされたんですけど、それでもまだ全然現役で使っていける強さはある。いや、なんじゃこれ。こういうところはもうポーションバリア使ってもう一気に抜けちゃいましょう。 OKOK、OK OK、やっぱね耐久力が全然ないんで、まあ再出つければそれなりの耐久力になるか、回復入れれば。うん、でもこの無知をつけてる状態だったらば耐久力ほぼないので気をつけていこう。 OK、やっぱり敵の HP が増えてて結構きついな。敵 HP が 90% 増加してるんで結構つらいっすね。あ、これきついな。こういうね難しいやつはタンブルビーにお任せしましょう。 OK、 タンブルビーはこういうねクリーパーの処理とかにも使えてすごく弱い。いや、これ倒せんな。うわワンパン、ワンパンされる。でも倒したい。よし、あ、そうか、ムチ使えばいいんだ。俺何してんだ、ムチ使っていけばいいんだ。 OK、 ちょっとキャプテンをサイドにいないかちょっと探しますね。いや、これいないな。うん、いないっすね。この上にはいるかな。できれば最後の最後もうちょっとえぐい感じで終わりたいんだけども、もういないか。わー、結構アイテム出るけども、あ、おおおおいおい今のは雷があんまり出なかったからやられたか。確かもうパンパンなんよね。 OK、 よし、あ、これもういないっすね。うん、確定、キャプテンはおりません。なのでいきます。最後の最後、もうちょっと矢が余ったんで、機械仕掛け、使っていきます。行くぞ！機械仕掛けのこの連射力。でもやっぱり、矢の消費がえぐい。うん。火力はすごいけど。火力はすごいんだけども、矢の消費はそれ、やばいよね、これね。はい。
まあ、とりあえず、今日はコメントありがとうございました。カバンビルドやってみましたね。まだまだ現役で使いますので、できる方はやってみてください。では報酬を見て終わりますね。256が出れば何でもいい。頼むよ。254、ありがとうございました。